ダイスです。団子です。今回はこちらを購入してきました。何かというとこちらです。はい、見てください。これハチワレ猫のぬいぐるみです。すっごく可愛くて、普通のぬいぐるみのサイズと、あの抱き枕サイズがあったんですけど、私は抱き枕にしました。ちゃんと尻尾もあります。今回はこちらのハチワレ猫ちゃんのぬいぐるみをすごく可愛がったら、団子はどんな反応をするのかをやってみたいと思います。で、普段から甘えん坊なんで、どんな反応になるのかなっていうのも私もかなり気になっているところで、今回このハチワレ猫ちゃんのぬいぐるみをちょうど見つけたので、この子で私がこの子をめちゃくちゃ可愛がってみたいと思います。さっきから団子が気になっているここのタグは取ろうと思います。危ないでね。では準備していきます。ちょっとね、気に入ってるっぽい気がする。ね、団子、猫さんだよ。猫さん、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 ちょっとね、気になってはいるみたいですね。では早速可愛がって、すねた。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 ちょっと団子見行きましょう。
ご、だんご、みーもんって感じになってる。だんご、だんご、だんご、ごめん、だんご、だんご。いつもね、声をかけて名前呼ぶと尻尾プリプリしてくれるんだけど、してないってことはすねてるんだな。悲しかった？ごめんね、だんご。やばい、本当にすねてる。完全なすね。いや、これはまずい。いっぱい構わないと。あるなんて思わなかったです。あ、怒ったった。怒ったった。ごめんて。ごめんて。団子。ごめんて。ごめんて。やめてくれて。ごめんね。あ、まだまだ怒ってる。おやつで仲直りします。でも怒ってたよね。ごめんね。ねえねえ、あなたのことの方が大好きだよね。ねえ。ちょっと待ってね、少しずつあげるね。あ、出してあげるから待ってて。ちょっと待ってね、待ってね。ちょっとずつ出してあげる。ほらほら、してて、いやもう5月に来てからあんなにびっくりしたというか、来るなみたいなのってなかったので、いや嫉妬なんですよ、こんななんだろう、びっくりした。ちょっと待って待って待って、もうこれ出して出して、ちゃんとちょっとずつ出していいよ。はい、次に次、次出すよ、次出すよ、出すよ。ほいほい、いや、よかった。おやつ好きでよかったね。いいですか？次ね。ごめんごめん。ごめんね、ちょっと待ってね。はい。まだあるよ。ちょっとこぼしてるかな、後で一緒に。ちょっと待ってね。こうやって手持ってても爪も立てないで、怒ってる時は別としてね、こうやって欲しい欲しいって言っても爪立てないので、本当にいい子なんですよ。いい子なんですけど、もう試してみたかったんですよね。もう試してみたかったんですよ。ごめんね。あ、終わった。待って待って待って、ちょっとのことやな。
ちょっと残った。あー、これで、お、終わりだよ。終わり終わり。ちょっと手についてるかな。終わり。これ終わった。いや、ちょっと残ってる。終わった。終わったよ。てんてんともうちょっとあるよ。はい、これでもう団子とはこの後はずっと遊んで過ごそうと思いますね。手洗ってくるね、待ってて。ちょっとだけ落ちてる。食べたね、よかった。はい、よかった。よかったよかった。あ、ついてきてくれる。この前でこちらの8割猫のぬいぐるみを思いっきり可愛がってみました。結果はこんな結果になりました。ごめんね、こんなになると思わなかったからびっくりしました。いかがだったでしょうか。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルの登録、コメントよろしくお願いしますね。ツイッターもやってます。概要欄の URL かダイスチャンネルで検索、フォローお待ちしております。猫の団子日記の YouTube チャンネルも概要欄に URL がありますので、チャンネルのご登録と、あとは日頃の団子の様子を見ていただけたら嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you。貧乏して遊ぼうね。